行きましょう。来ましたよ。1日目は前日すごい降雪があってもうずっとラッセルだったんですけど、みんな荷物大きいんで一番身軽な僕が率先してラッセルして、それが一番大変でしたね。結構舐めてたんで、こんなに雪あんのって感じで、ラッセルめっちゃつらかったっすね。膝下ぐらいはって、それが大変で、2日目にもその疲労が残りましたね。夏はトレラン、沢登り、クライミング。冬はアイスクライミングとか、でもやっぱり一番は山スキー。記録読み漁ってて、通称だけの記録出てきたんですけど、その厳冬期ってなったら、自分が調べた中では出てこなかったんで、これは面白そうだなと思って。ための工程は鉄道を5時半に出発して、スゴロク小屋に7時とかに着いて、そこまでは全然みんな順調に、天気も持ちそうだなとか言いながら歩いていって、三俣蓮華岳に着いて、そこから水晶岳が見えるんですけど、遠いなって。で、僕の案は遠いし時間的にちょっと厳しそうだなと思ったんで、芝岳のピークを取って滑れそうなところを滑って帰ってくるっていうのが僕の案で、大地区に提案したら、いや行けるとこまで行きましょうってなって、行くことになって。そこでヨネさんはちょっと体調が前日のラッセルが響いてるそうで、ちょっとサポートもあるよって言ってくれて、で僕と大地君はそのまま水晶岳に向けていくんですけど、弱国県の腰に着いた時に時間的に多分水晶岳のピークは厳しいだろうってなって、大地君はスキーヤーなんで、あ、こ滑りましょうって見えた。本当に綺麗に一本つながってる面があって、そこに向かって、シートだっていうか、もう一箇所とりあえず悪そうな場所だったんで、早めに安全に変えて担いで歩いてきて、
普段は今2年間白馬にこもってバックカントリースキーと、まあ、映像と写真を残すような活動を、やってました。やっぱりカメラを、まあ、ドローンと一眼と持ってってたので、その辺のバッテリーも含めて、まあ、荷物が、まあ、とても重くて、まあ、それを持ちながら滑るのが一番つらかったですね。とりあえず下山して飲んだジュースがめちゃくちゃうまかったんで。お疲れ様です。雪結構重かったよね。難しかったんだけど、天気も良くて景色もいいんで楽しかったっす。あと結構いい写真3日目撮れたから、それも良かったっす。横すぎるかな。あ、いいね。あ、いいね。面白い。あ、綺麗綺麗。最高。あれは三ツ俣蓮華岳ちょっと行ったところで、もうほんと暗くなっちゃって、でもなんか米さんが自分らのヘッドライト見つけてくれて、でヨネさんがココアとパンを持ってきてくれてて、もう僕と大地くんはそのココアを一気に飲みまして、こんな美味しいもの飲んだことないなみたいななって、でスゴロク小屋に着いて、ああもうやっともう美味しいご飯食べれると思ったところで大地くんが降りてこないんですよ。で無線、何してんだって無線したら、ちょっと写真撮ってますとか言い出して、自分死にかけてんのに星空を大地くん撮ってて、でもなんかいいものを作ろうと思ったら多分そんぐらい命がけでやんないとできないんだと思って、今後は、まあ、今、まあ、ケンさんと少し話してるんですけど、まあ、ちょっとアラスカとかパキスタンとかちょっと海外の山に行きたいなって今は思っています。
です。